晴れやかな表情で卓球人生を振り返りましたオリンピックでは、ロンドン、リオ、東京と3大会連続メダル、世界選手権ではミックスダブルスでの世界一など、えー、あのときのこう表彰台に立ったあの景色っていうのは、今までもこれからも忘れられないなという思いです。また石川選手は、23年間続けてきた卓球に感謝を示しました。 卓球に出会ったことで本当に大きく成長させていただいたなと思うし卓球に育ててもらったなと思います。